社長、お疲れ様です。お疲れ様です。次人来ちゃったよ。いやいや、とんでもないじゃないですか。あの、本物ですよね。いや、もうお面かぶってるだけじゃないよ。本物です。本物ですか。いやいや、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラファエルさんのチャンネルにも、はい、ラファエルクラブの方に社長対談させていただきまして、規模エグいじゃん、やめてくださいよ。でちょっとついでにあのちょっと色々話したいなと。はい、はい、で、あのまあ多分皆さんご存知だと思うんですけど、ラファエルさんを言っちゃうと、まあ、僕は YouTube やってますけど、はい、もうなんていうの、YouTube 界ではもう神じゃないですか。いやいや、言っちゃうとね、神じゃん。いや、その先駆者の方だっていうだけですよ。もう何年前からやってるんですか。多分9年とか。あ、なんか僕意外と年齢層がエンタメ YouTuber の中では年齢層がダントツ高くて、ちょっと社長みたいに昔やんちゃだったような方にがめちゃくちゃ視聴者で多いんですよ。なるほどなるほど。夜とかお金も社長さんと決裁権のある人たちとか、なんかそういう人が視聴者で多くて、そこにバチンとはまるんで、僕なんか全然有名な人ももちろんたくさん YouTuber でいるわけですけど、ヒカキンさんの代表に、なんかそこはそもそも見てるわけじゃないので、多分その方たちが。確かに俺見たことないです。言っちゃうとあれだけど、見たことないかもしれない。でも、ラファエルさん見たことない。いやいや、どうです、本当に。ちょっとじゃあ、ちょっと遡っちゃうんですけど、はい、ラファエルさん、もともと自衛隊ですよね。はい、自衛隊を何年ぐらいやったんですか。4年です。4年やった。はい、4年やった。そこそこ偉くなりますよね、4年やると。そうです、1任期2年なんで、2任期なので、はい、短い方なんですけど、はい、そうですね、そのまま行くと普通に出世していくっていうようになります。で、なんで辞めちゃったんですか。僕、当時ですね、僕もですけど、学が全くなくて、ちょっと、俺は、いや、俺もみたいにやめてる。中卒じゃないですか。まあね、僕も定時制なんで、ほぼ中卒みたいになってたんですよ。で、その時に、公務員ってすごい魅力的だったので、当時入ったんですよね。で、それで意外と面白くて、体力もめちゃくちゃあったので、で、そうですよ。で、めちゃくちゃうまくいったんですよ。ただ、なんか、うまくいったんですよ。体力以上に、僕、その、人に好かれたり、トークっていうところの方が評価されることも多かったんですよね。あ、その頃から。そうなんですよ。で、本当なんか営業とかやったらってよく言われたんですよ。はい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 、確かに。そうで、なんか面白いキャラ、いじめられるキャラだけではなくて、体力もあるのに面白いこともちょっと喋ってたって。それで、年功序列で、良くも悪くも、年功序列いいんですけど、公務員なんで、自分より仕事できなくても、この人に一生給料抜くことができない、分かりやすく言うと、公務員は。まあまあ、そうですね。で、そこに、なんか、実力で評価されないところに矛盾を感じてしまって、まあ、それやっぱ、それだったらちょっとやめてしまおうと思って、営業職に行ったという。あ、そういう、営業職に行くんだ。はい、僕の法人の営業を、年齢言ってないんで、バレちゃうんで言わないんですけど、結構長い間、はあ、係長とかもやってました。飛び込みの営業も一日何十件と法人に飛び込んでました。あ、そう。え、じゃあそれなりに稼ぎも、いや、まあでも飛び込みの営業なんで言うて上限って、なんか大台ギリギリぐらいなんで、はいはい、トップ営業になっても。はいはいはい、まあ、まあでもね、同年代。全然、修正も早かったですから。ですよね。そのままで良かったじゃないですか。よかったんですけど、なんでこんなヤクザな道へ。これね、社長になってる方だと分かってもらえると思うんですけど、僕の持論なんですよ、自衛隊でもそうなんですけど、はい、その職種でめちゃくちゃできる人とめっちゃできない人って辞めていくと思ってまして、で、やっぱり面白くなくなったんですよ、自衛隊の時も。あ、はい、評価していただいて、はい、はい、ありがたいことに。で、マネリしちゃってるんですよね。営業の時も、もう面白くなくなっちゃったんですよ。もう営業しなくても、ちゃちゃってやっちゃえばいけちゃうという。確かに。で、なんかもう刺激がないというか、で、その別に仮に100万円もらっても、それが続けばちょっと飽きませんか。うん、わかるわかる。うん、そうですね。結局その上を見たくなるんですね。結局、フェラーリとか見出して、YouTube で、YouTuber って言葉がない時代にフェラーリとかの映像を YouTube で見出して、でも、フェラーリは買えないと。年収そのぐらいだと。まあ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 。
でもそこを見てしまうステージまで意識がいっちゃったんですよね。なるほど。そこで今の自分の規模感を小さく感じてしまったんですよ、はい、でも会社も暇だし、でどうしようと思って副業とにかくやろうってことで、なんか、ね、当時ネイルサロン自分で家に人呼んでですよね、はい、やってみたら、ネイルできるってことマッサージ開業しようとしてみたりとか、いろいろ免許なく軍資金も少なくできるようなものをぐわーっていろいろやって、うん、何か副業したいアンテナずっと張ってる状態でずっと心ここにあらずで営業やってたんですよ、はいはい、でその時たまたま YouTube の CM 見て、なんかもう見た瞬間に YouTube は知ってる、 YouTuber って何なんだろうと思って、ヒカキンさんの CM 見た時になんかやっぱアンテナ張ってたんで、もう一瞬で理解したんですよ。はい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 、1聞いてやっぱ10理解しちゃうじゃないですか。なるほどなるほどなるほど。あ、これ稼げるって思って、でそれ調べたら調べるほど、なんかあ、もう絶対いけるなと思って、でやりだしたんですよ。え、それは何、じゃあ営業やりつつ3年ぐらいかぶってました。あ、そうなんだ。係長やりながら。だからかぶってんだ仮面。そうなんですよ。上場企業を担当してた、僕名古屋でそういうことか、トヨタ系列の上場企業の担当してたんで、はい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 、なるほど、そんな許されないんで、ですよね、はい、それでか、 YouTube なんか認められない時代ですから、はい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 、昔で言う芸人さんが、そうですよね、それもありまして、顔は隠さないとダメだったんですよ、副業なんか絶対ダメだったから、はいはい、そうですね、でそれがあってやってっていうのが流れですね、なるほど、それがスタートなんだ、で、YouTube がこう軌道に乗るんですか、すぐ。ですね、1年半とかはかかりました。あ、でも1年半で飲んだ、すげえな。いやいや、そう、ありがたいことに。すごい。で、いわゆるその、僕もちょっと硬かったんで、うん、結構性格は、うん、とは言っても今の状況、恵まれた環境があるんで、相当の給料に行かないと辞めるつもりはなかったんですけど、はいはい、やっぱ当時よくも悪くも先行者利益があったんで、もうその社長の先の話じゃないですけど、倍々になったんですよ。もう毎月。毎月で、まあ、僕の金額で個人でやってて倍々って大きいじゃないですか。でかいっすね。はい、でえぐくなったの。いや、まあ確かに。で最終的に月の月収が、400いくらとか500万とかそのぐらいちょろちょろしだして、 YouTube で、はい、で、で編集自分なんで全部利益なんです。スタッフいないですよね。いや、その時は僕だけです。いやいやいや、えぐいな、それで、うん、材料費なんか多分10万とか10万、そうだよね。でそれサラリーマンで、めっちゃでかいじゃないですか。年収ですよそうなんです、年収ですよ。でそれが、うん、それでもまだ倍々になっていくんで、でもうちょっとそろそろってことで、うん、ちょっとすごい尊敬してる部長さんだったんですけど、うん、まあ、ちょっとある程度なんとなく説明して、うん、で辞めさせていただきました。でもう完全シフト、はい。あ、じゃあ俺なんかそのラファエルさんの昔ね YouTube 見てて、はい、ランボディギニ買いましたとか、はい、なんかいろいろね時計買いましたとかやったじゃないですか、はいはい、でそういうの見てて絵的にわざとそういうのやってる、だからなんていうの、お金持ちキャラでやってるけども、はいはい、なんか実はそうでもないみたいな人って結構いるじゃないですか、はい、だからそうなのかなと思ってたんだけど、はい、ガチガチで持ってるんだね。いや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 、金持ちキャラ、金持ちキャラ、めっちゃ金持ちじゃんっていう。いやいやいや、全然そうだ、社長の規模に比べて僕なんか全然金持ちキャラです。いやいやいや、すごいな、キャラ。いや、知れてますよ。いやいや、でも、いやでも個人ですよ。いやでも結局今会社にしてますし、ああ、まあそっかそっかそっか、言うて税金払って何やねん、まあ、まあね、まあね、そうなんですよね、残んないですよ税金。そうなんだよな。僕多分 YouTube では、うん、さっきちょっとお話ししたみたいに、その決済者の方が視聴者さんが多いんで、はいはい、謎に案件がめっちゃ多いんですよ。もうファンだったからやりたいみたいな、はいはいはい、日々しか知らないからやりたい、はい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 、関わっていただけることでそれの対価としてなんか次に PR するからみたいなことが本当に多いんです。まだずっとそうなんですよ。すごいな。そこで収益が立てて出るんで、うん、YouTuber では結構稼いでる方ですけど、うんうんうん、まあ、それでも知れてますよ、やっぱ。そうですか。なんか、はい、こう自分で変な話できちゃうじゃないですか。はい。例えばもうこれでできるわけじゃないですか。はい。変な話ね。はい。それが一番強いですよ。うちらはやっぱり人ありきで、はい、こうね、こうなんて仕組みになってるところがあるから、はい、やっぱり組織なんですよね。はい、そうそうそう。そういうことです。個の力に行けちゃってるから。はい。なんか一番理想ですから、それって。いやいやいや、でもその規模はやっぱ超えれないんで、一人なんで。まあ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 、まあ、僕の超えれる規模って10億とかそのぐらいで、うん、で僕ちょっとグループ会社がいくつか自分の株主 100% だといろいろあるんで、それで全部で、まあ、まとまった金額にはある程度なってるんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり僕ありきで宣伝してる会社なんで、あ、まあね、言うてそんな規模はあんまりすごい規模いかないです。だから100とか見えないんです、100億とか、うん、まあまあ、絶対見えないです、うん、これでやっぱタレントの限界があるなってことで、なるほど、やっぱりその事業をもっともっと増やしていきたいなってことで、なんか賃貸不動産やってみたりとか、うんうん、飲食やってみたりとか、いろいろ手を出してます。やっぱり結局は事業をやらないと、うん、
サラリーマン辞めた時と一緒で、あの月100万の給料で満足いかないっていう状態にやっぱなってきちゃいますから。でもなんかすごいな、こうの次を見てるじゃないですか。なんか 今の現状で甘んじないというか、僕はですね、やっぱその会わせていただく、こう対談するこの番組、ラファエルクラブっていう番組そうですけど、うん、普段の飲ませていただく先輩も基本的にその先輩方がいるヒエラルキーの一番下でいるんですよ、飲むときに。なんでその一番み惨めな状況を味わってるんですよね、飲みに行くとき毎回。あのさっきね、あのちょっとちらっと聞いたけど、飲み行く友達、友達とか先輩たち、はい、すげえっすね。すげえ、なんかちょっと名前言えないけど、すげえ人たちとか。そうですね。あとまあ言っちゃうとね、まあ、共通の友達っていう、はい、まあいるんだけど、まあみんな、僕なんかみんなすげえ人もちろんね、うん。そうなってくると、うん、まあその先輩たち見ちゃってると、うん、今の状況がやっぱり厳しく思っちゃいますよね。なんだ。やっぱ思っちゃいますよ。なるほどね。そこのマンションで一番広い部屋に住んでたらいいですけど、うん、一番狭い部屋に住んでる状態ですから。はいはい、やっぱりあの一番最上階行きたいなってなりますよ。なるほどなるほど。その状態をずっと続いてます、ね。まだじゃあ、なんかやりたいんですよ。ね、はい。ちなみに全く話変わっちゃうんですけど、はい、ラファエルさんの今までの人生で、はい、うわこれはちょっと終わったかなというか、やべえなみたいな、しくじりの方がね、しくじりタイミングってやっぱそのチャンネルがバンされた瞬間なんですか、それ以外にある？僕はもう結構僕もいい意味でアホなんで、ポジティブに捉えちゃうんですよ、うん、いやそこまで思い詰めることは僕は過去正直なくて、あれがきっかけでいろんな社長さんが僕を見るようになったんです。あれがちゃんと初めていわゆるニュースになったんですよ。なるほど、そっか。それで YouTuber って何で、しかもいじめられてる感じに見えたんですよ。いや確かに俺もそのタイミングかもしれない、知ったの。あ、多分そうですね、うん、でそのテレビの出演が来たりとか、はい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 、はい、あれが一番僕が大きく、あれで逆に収益が上がったとか、あれでいろんな会社をやるようになりました、あ、なるほどなるほど。しくじってないんですね、なんかのこの結果、ね、そうプラスになってるんですね、あんまこれは細かい後悔はいっぱいありますけど、くだらないこととか、僕結構なくて、そういうのは、メンタルが結構正常というか、ずっと何も気にならないんですよね。そっか、じゃあちょっと最後なんですけど、はい、ラファエルさんが思う成功の秘訣、はい、って何でしょうかね。僕はあの人の3倍働くっていう、なるほど、おでも本当そう思う。そうです、本当そうです。いや僕も多分そうです。あ、本当ですか、うん、もう努力っていう根性。そうですそうです。自衛隊に言いましたので、うん、あの自衛隊にいた時に、うん、あのこれ自衛隊あるあるなんですけど、はい、実は、はい、全国の自衛隊を分かってることなんですけど、うん、自衛隊に最初からいて優秀って言われたやつって辞めちゃうんですよ。そうなんだ。外から来た人は、うん、外の厳しさ知ってるんで、はい、絶対自衛隊に行ったら辞めないんですよ。あ、そういうことか。なるほど。そうなんですよ、はいはい、自衛隊ってなんか腕立て1000回やってって言われたら、もう言われたことやってればいいんで、うんうんうん、そんな簡単な仕事ないじゃないですか、はい、あ、極端な話ですよ、自衛隊って大変なんですよ、うん、でも外で車1台売ってこいって売れないじゃないですか、うん、まあまあまあそうですね、でそれを知らないんで、はいはいはい、努力だけで何とでもできるっていうのが分かってるんで、うん、その成功のロジックは僕も人の場合働けばいいと思ってるだけなんで、はいはいはい、なるほどね。やったことないジャンルでも今から IT やるって言われても、うん、もう24時間寝ずに IT の勉強だけしとけば多分3年後にはそこそこの売り上げになれるとは思って思い込んでやってるんですよ。染みついちゃったんですよ、自衛隊の時に。人の場合やっとけば何とでもなるって染みついちゃったんですよ、はい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 、愛を数字で表すじゃないですけど、うん、成功を数字で表すみたいな、僕の中小さい規模でそういうロジックが出ちゃったんで、もう人の3倍働けばいいっていうなっちゃいました。勉強なんね。いや、なんか面白いね。よく言いますよ。いやいや、勘弁してくださいよ。話聞いてても、今でもこの向上心が湧いてるじゃないですか。いや、すごいんだよ。上の人としかご飯行かないとか、それってやっぱ向上心、時間を無駄にしたくないじゃなくて、こう自分が勉強したいから、そうしてるし、例えばランボルギーニ買ったりとか、はい、それこそここだってめちゃめちゃいいところじゃないですか。はい、こんなところにオフィス持ったりとか、はい、いろいろ含めて、これだけうまくいってて、なんでそんなにまだ向上心が湧いてくるんですか。いや、わかんないですけど、それはやっぱそのさっきの話ですけど、ヒエラルキーの一番下にいて、その上があるっていう、上の階層があるっていうのは見てるけど、届いてないところにいるから、だからその下っていうと失礼です、上と下ないんで人間ないんですけど、こうピラミッドの中でこの一番上のヒエラルキーの中の一番下なんで、とにかく下の階層があるの分かってるんで、そこの人なんかすごいねって羨ましいって言われるんですけど、平均年収は当然超えてるじゃないですかってなってくるの分かってるんですけど、ここのヤバいの知ってるんで、自分では今満足いってないっていうのが原動力じゃないですか。そこに行きたいと、やっぱ目指したいですよね。はい、なるほどね。この下にいると結構こうならずに
積むっていうのも最近気づいたんですよ。確かに確かにならないんですよね。なんかそうなんだよね。ここで生きてる人もいますもんね。言い方悪いけど、いやあのここの階層、ここの階層、こう階層あるじゃないですか、大きな三角の、うん、この階層でここの人が、うん、ここの一個下の階層に行ったらここの一番上じゃないですか、うん、そうだから生きちゃうんですよ。生きちゃうんですよ。確かにそうだな。全ての階層で一番下の人は生きれないんですよ。僕のコミュニティで一番下なんですよ。いや俺分かった。だから、はい、ラバエルさんがみんなに好かれるのって多分そのなんか謎の謙虚さなんだよね、きっと。ああ。なんか、ね、だって金を持ってるのに、なんか自分持ってねっすみたいなスタイルでいくじゃないですか。まあ、そうそうそう。なんかそうだからそれはそう。そうこれはさ、ここに比べりゃ持ってないかもしれないけど。そうなんです。でもさ、世間からすりゃさって話じゃないですか。まあ、で、はい、でもそれをなんかその謙虚に生きられる、うん、この人の素晴らしさ。うん、人間力だね。いやいやいや。なんか動画見てるだけだとめっちゃもうぶっ飛んでなんかふざけてばっかなって。そうそう。いやいやそうね、話すとね。すげえ真面目な話聞くとめっちゃ楽しい。めっちゃめっちゃ楽しいよ。営業妨害になっちゃう。ちょっと崩れる。そのですよ。じゃあありがとうございます。ね、まあそんな感じで、はい、というラファエルさんにお話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。